とあの頸骨と腓骨になってて、で足首の捻挫とか靭帯損傷の場合は足先からここまでのギブスシーツです。ただこの骨幹部、今あの足爪くんとかの場合もなぜかというと、まあ、足首、まあ、手みたいにこうひねらないよね、うん、ひねらないので、まあ、このいいんだけど、ただこの真ん中あたり、もしこのあたりからこのあたりの骨折の場合はここまでだと膝の屈伸で筋肉がついてるから、うん、筋肉がついてるのでずれちゃうので、膝足首の骨折じゃなくて頸骨硬いの骨折の場合はそれではここからここまで膝上に、うん、なります、ね、うん、まあ、良くなった場合はだんだんこう短くなる、今足爪くんもこっちの下くんに下がってますね。あとは膝の大きさの場合は長くなります、うん、で今はちょっとそこが大変なので足首のじゃあ捻挫骨折っていうのにちょっと合わせてもらいますね。じゃあ、C 根の4、はい、3の4持ってきてもらって、うん、はい、